結構半年も持ってますよ。お、早くない？いやでもほら早くない？最近の子はそうなの。私1年ぐらい付き合ってたいかな。うん、早い。半同棲とか始めてほしいよね、1回ね。開けて荷物を。早くない？海外は、あ、可愛いウサギのスリッパ、可愛い、ドクターマーチンかな、ドクターマーチン、サンダル、靴が、あれ？スリッパ出せないのかな。あ、こういうことか。揃えるってこと？あ、金揃えましょうってこと？靴は靴、スニーカーはスニーカーとかなのかな。あ、ストレージって捨てることもできんだ。 あれ次行ったね。調味料といい、え、なんだこれ、え、あのさ、これいらなくない？で、これこうしよう。おう、で、調味料もいらない、このあたり、あれ、なんかこの丸いの、これ調味料でしょ、きっと。いらない、じゃねっしょ。いらない、これもいらないっしょ。あれ、こう、こう、調味料全部いらないっしょ。全部いらないっしょ、調味料いらないっしょ。買えいいんじゃ、買えばいいの、買えば。きったねこれ、やば。洗うのかな、掃除すんのか、しないの。歯ブラシ置いただけ。入れる。あ、女の子の部屋に、あ、来るのか。いらない。あ、いいる、いる、本いらなくないそれ。うん、自分のもん捨てないとね。ね、彼のものを置くために。何これ、え、この象の置物にしちゃおうか。CD 置いてあげようぜ。え、 CD 置いてあげようか。う、ね、殺せる、うん、1個。おー、思い出してんだよ。そんなことある。あ、じゃあこうして、あ、いいね、写真。スーパーマンいらないでしょ。いらないか。クリケットみたいな、よくわかんないやつ。バイオリン捨てよ、バイオリン捨てよ、バイオリン捨てよ。あ、いい。おー、窓際2人、ソファー、オーディション、いってらっしゃいと。いってらっしゃい。帰ってきたのか。おー、ありがとう。泣きそうなんだけど、ちょっと、行く前にプレゼントみたいな、ね、一緒で幸せ。え、ちょっとまあそこは深く突っ込まないで。ご飯ね、いちごとオブラトーストかな、食べちゃおう。なんでデザートから食べんの。コーヒーも飲んで。なんか美味しそう。パンの耳残す派なんだね。一緒に出勤、充実する。ハート送っちゃうでしょ、一回。あ、送んないの、ハート。舐めてんなお前。女子っぽい。お、お、勝手になる。あ、すごい、なんかもう慣れ始めた。バリバリでね。おお、おお、これ振ったりするんじゃない。あ、あれ、あ、途中で置いたりする。あ、なるほどね。そこも料理してるっぽい。ねえ、それだけじゃダメなんだぞみたいな。おお、スケッチして。でもどっちも芸術家ってちょっと貧乏だぞ。ちょっと、お前のないことをほら書いて、スケッチして、ちゃんと彼のことを。どっちも芸術家ってよくないぞ。え、なんかいいね。いいな。わあ、いい。私絵うまかったらこんなことやりたいもん。うん、あら、あら、一緒に寝てね。まあ、ちょっとね、深く突っ込む。でもね、ここからが一緒に幸せじゃない時もあるんじゃない？日常。日常。なんかそろそろなんかありそうだけど。ね。1年。1年半ぐらい付き合ってるね。1年半ね。あれ？あれ？くっついて寝なくなっちゃったね。シャコシャコして。
シャコ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 慣れ始めたかな。でも1年もね慣れるよね。あ、アカデミー行って彼は私仕事して、あ、自分でできなくなっちゃったちょっとね、まあまあまあ、ほうほう、音楽なんかヒゲ生えたのこの人ね。ちょっとお母さん出ちゃおう。切っていい、切んの、いいよダメだ、もうちゃ、もうずっとなるから。最近どうなの？彼はいないわ。うんうん、分かった。そうすると忙しいの時間任せといて、時間ないから。うん、分かったよ分かったよ分かったよ。ミュージックアカデミーから帰ってきます。ピザ食べる。あ、ご飯作ってないね。もうちょっと作らなくなる。なんで耳残すんさなんでだろうね。あら、あら、ちょっと一緒に寝なくなっちゃったの。くっついてね、寝てた。くっついて寝てたのに。衰退。え、何、別れてからあれの話なの？付き合ってから別れるまでの話かな。仲良しだよね。ね、ね、今幸せでね。でもだんだんこう慣れてきたと。まあ、でも仲良しだよね。ね、まだ。あら。でもやっぱりなんかお互い好きなことをやる感じ、ね、お互いお互いの時間じゃなくて一人一人の時間になってきちゃったのかな。お、お前は楽しく音楽やってたけどとかかな。あー、ごめんなさい、前は楽しい、もう、あ、し、もう没頭してんだ、きつくなってきたとか、かな、スランプ的なかね。絵もさ、描かなくなっちゃったんだ。あ、それより仕事ってなっちゃったんか。仕事、なんかつらい。あ、すれ違う二人ですよ。顔を 見ればもう喧嘩なんかな。あ、あ、ねえ、ちょっと掃除雑じゃない、なことないよみたいな感じだから。え、でもそうだよ、雑だよ、雑だよ、掃除、そうじゃん、別にいいでしょって。よくないわよ、なんで私こんなに綺麗に掃除してんのにあんたが散らかすのよ。散らかして、俺今までこうやって生活してたんだよそんなことないから、何言ってんの、掃除機かけてよみたいな感じの喧嘩であってほしい、うん、おー、トゲトゲ、ね、別れるとかな、あれ泣いてない、うわー、何これ、もう見てられない、つらい、いや喧嘩ってほんとつらい、これつらい、これ彼女を、あ、違うか、お互いになんかね、言い合ってるね、はあ、ああ、うまくいかないな、ねえ、お互いに一応冷静になって なんかお米みたいライスシャワーじゃない結婚の時にやるやつじゃないお、パズル、違う違う、こうでしょ、あれ違うか、なんか組み合わないね、こういうこと、合わないよそれ、なんかデコボコが、とりあえず彼女、あ、違う、こっちか、ちょちょ、合わないんだよね、こうか、いや合ってんだよ、そのどうやっても合わない二人が、あれ合ってんじゃない、ああ、背中合わせで寝てるのかな、さまよい、さまよい、え、なんかむずいぞ、むずいパズルだな、あ、違うか、いや、合ってる気がする、あ、離れてってる、え、なんで動くなよ、おい困る困る、大体あ、合わせればいいのかな、大体合わせればいい、え、困る困る困る、このパズル困る、え、どうすんの、どうすんの、
待って、これこうでしょ。合ってる。大体合わせりゃいいんじゃない？どうやって大体合わせ？おっと。これ。これどこだ？よし、大体すげえ。さすが。もうつらい。でも仲直り知ってるっぽくない？いやもう引っ越し別れなんだよ、別れ。うわあ、雨だって自分の。彼のでしょ。彼のか。はいんだい。これか。あ、だからか、捨てるとかさ、うん、どれ自分で選んだかみたいな、うん、これだよな、確か。違うわ、これと。うわぁ、あ、これだ、これよく覚えてね。これ違った？合ってる。写真と、あと変な置物とスーパーマンもそうだよね。はい。うわ、いやうわー、これ悲しい。思い出捨てるんだ。入んないのか。ポンって入れられないかな。あ、うわー、つらーい。やば。どうするの。あ、スワイプかな。あ、破るの。もう取り出しちゃえばいいんじゃないの。うわー、心の中からいなくなっちゃうとかじゃないよね。おお、わー、いない。うわー、一緒に食べてた寿司とかね、乗ってた電車とか、なんか一緒にね。うわー、いや、つら。お母さん、電話かけよう。お母さん、最近うまくいってないみたいな。うん、手放す。どんどん辛くなってきたんだけどね。止まるの。え、長押しは関係ないんだ。もう歩いちゃうかな。ほっときゃいいのかかな。うわ、思い出をね。あ、なるほどね。立ち止まらずにってことね。かな。うわ、もう薄れてって。さあ、一人で歩く彼女。え、何？パレット、くれたパレット。お、書いてみようと。お、なんかちょっと、お、あ、髪の毛切っちゃった。ね、切っちゃったね。長年描いてるとかかな。おお、なんか結構絵は続けてね。お母さんと料理、なんかスケッチクラブとか。あ、猫飼ったの。本当だ。ちょっと何、なんかね、別れたけどちょっと充実ね。お、あ、売れてる、絵かな。あ、いいねついてる。私もいいね。
押せないよ。おお。自分の絵が売れてんのかな。そうだね。仕事辞めて自分のね好きなことに始めてんのかな。かも。踏ん切りをつける。踏ん切りをつける。どういうこと？もう会社辞めるのかな。頑張ってくださいって書いてあるし。夢追うんかな。捨てようぜ全部。捨てるな。これなんかあるのかな。あ、お人形ちゃんか。お。クリシュー。お、でもこの人のおかげだもんね。もう一回絵を頑張ろうと思い始めるのは。捨てないんだ。しまう。フローレンス U。 違う。あ、何？写真だ。受賞されて展示されて。あれ？お、あ、また出会うんだ。え、それオファーとかじゃなくて。あ、オファーか。あ、そう、挨拶か。挨拶だ。いいですね。ね。いいですね、この絵。素晴らしい。いやー、実にみたいな。素晴らしい。そうだよ、そんな感じだよ。おお。にゃんこもいて。画廊っていうかね、自宅でね。おお。新しい一歩踏み出すと。そんな時彼はまさかのそっちある感じ。えいや、なんとこちらで終了です。あ、ちょっと物足りなかった。バッドエンドじゃん。えいかちゃん、はい、今日のアプリは素晴らしいアプリでしたね。素晴らしい。ブラボー。ブラボー。いいね、うん、イラストといい、なんかすごくなんか味のある、うん、なんか個性があふれる。でもさ、ね、彼はどうだったの一体。もうこれゲームに関してはこの女の子が主軸なゲームだから、うん、もしかしたらいつかね男サイドのアプリが出るかもしれないね。はい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 、でもどう最後さ、うん、これは女の子がこう一人の人と出会い、うん、なんかこう夢を追いかけることをなんかこう、はいはいはい、取り戻すというか、はいはいはい、今までの普通なやつよりもみたいな感じでこう巣立っていくじゃないですか。そうそうね。どうですか、ね、物足りなかったですか。いや彼とひっついてほしい。なんかもう一回ね思い出としてしまわずに、またなんかこう何年か越しになんかお互い成長した姿で出会って、うん、そう出会って幸せに暮らしたかったと。幸せにしてほしなってほしかったっていうのがちょっとありましたと。うん、はあ、はあははあ、私はねこれですごい良かったなって思う。気になるぞ。っていうもうぜひぜひ皆さんね、あの、はい、メーカーさんもね見ていただけたら、あの次回作楽しみに待っております。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録を忘れずに。それでは明日7時にお会いしましょう。いってらっしゃーい。いってらっしゃい。